レーンス・マイケル・ニックスはアメリカが州国テキサス州ヒューストン出身の野球選手。弟のジェイソンもプロ野球選手。2000年の MLB ドラフトでテキサス・レンジャーズから4巡目で指名され入団。2003年7月10日のツインズ戦でメジャーデビュー。2005年7月14日のアスレチックス戦の6回裏の守備でダイビングキャッチを試みた際に肩を痛めて。 故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。2006年7月28日に、カルロスリーとネルソン・クルーズとのトレードで、フランシスコ・コルデロ、ケビン・メンチ、フリアン・コルデロと共に、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。ブルワーズでは2008年まで3年連続で10試合の出場に終わった。10月9日に FA となった。 2008年12月16日にシンシナティレッツとのマイナー契約に合意。2009年は自己最多となる116試合に出場し、15本塁打46打点を記録。11月20日に FA となったが12月11日に再契約した。2010年11月9日に FA となった。2011年1月3日にワシントンナショナルズと マイナー契約をした。この年は、キャリアハイの16本類打を放った。11月30日に FA となった。2011年12月8日にフィラデルフィア・フィリーズと2年契約を結んだ。2013年8月6日にディーフとなり、8月12日に放出された。ありがとうございます。